はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではヘラクレスのエコー3、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、冥界の町を出発しまして、ハデスの城にね、行きまして、で、そこにいたケルベロスをね、まあ、倒したんですけれども、そこでハデスの力によってね、権現以外のメンバーが、まあ、身動きが取れない状態になってしまいまして、で、権現一人でね、城の中を進んでいきまして、で、ハデスに会うことができたんですけれども、実は権現の本当の正体はね、ハデスによって、不死の体を与えられたバオールで、ハデスの命令によってね、人間たちを滅ぼそうとしていたというのが判明しまして、で、他の神様たちがね、ガイアを復活させようとしていたのも、神々の王を決めるためのものだったというのが、まあ、判明しまして、で、その後、ハデスとの戦闘になりまして、で、なんとかね、戦いに勝つことができたんですけれども、ハデスの怒りを買ってしまいまして、まあ、ご覧の通りのね、怪物の姿にされてしまいまして、で、無限地獄のタルタロスにね、落とされてしまったという話になったところでね、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、このタルタロスの中をね、進んでいこうと思います。そしたらどこに行けばいいのかな。ここは浅い場所なのかな。これは、お、戦闘。ナーガ。ナーガって確か中ボスで出てきましたよね。受けるダメージは大したことはない。よし、これ以上はいけないのかな。どうすればいいんだろう。これは何でしょう。動かせますね。で、また戦闘。アーグリオ。アーグリオも確か中ボスで出てきましたね。あ、弱い。これを押していくとどうなるんでしょう。これで階段を作る？あ、でもここは上がれないのか。あ、動かせますね。これをどけます。で、先頭を。バロック。ここには今まで倒した中ボスが出てくるのかな。あ、でも HP なんか回復してますね。よし、そしたらこれをまずくっつければいいのかな。で、下向きには動かせませんね。このちょっと背景が違うところじゃないと動かせないのかな。またナーガ。パウ。あ、そういえば、こっ
ちは睨むってなんだろう。あ、麻痺。あ、でも復活してますね。よし。歩くたびに回復するのかな。で、またこれを押していきます。これで階段ができるのかな。この辺かな。これでくっつけます。あ、上登れますねと思ったら戦闘バロック、頑張れ頑張れバオール。ん、まだ倒せない。よし、誰かいますね。HP は大丈夫。持ち物は何にもないんですよね。で、魔法も使えない。装備品は何もなし。あ、クロノス。神様ですよね。物言えぬ魔物バオール。私は時の支配者、クロノス。すべての時は私から始まり、そして終わる。その永遠の時の流れを通してお前のやったすべてのことを見続けてきた。我らが母なるガイアを苦しめ、そして傷つけたことは決して許されない。うん。お前のような者にはこのタルタロスよりももっと似合いの場所を与えてやろう。永遠に回り続ける時の輪の中でもがくがよい。その醜い姿のままで私もここで永遠にお前を待ち続けよう。永遠に。我が時よ、戻りたまえ。どうなる？お、ヘラクレスとゴンゲンがいますね。これは今時が戻ってるのかな。プロメテウスの声が聞こえる。ウラノス殿。ステイヤの声が聞こえる。あなたはプロメテウス。アルビオンの声が聞こえる。次は最後だぞ。さあ、ゴンゲン、頼んだぞ。アルビオンの声が聞こえる。よし、次も頼むぞ。まず一つ目だ。これでどんどん時が戻ってるってことですよね。あ、この人は以前にも出ましたよね。戦ってばかりではいけません。あなたの気持ちみんなに伝えて。時間の輪の中から抜け出すのです。あ、この人がガイアなのかな。ん？なんだこいつ。なんとか言ったらどうなんだ。どこかで見たような言葉を知らないんだわ。ここはアトラスを復活させる手前のところですよね。ウラノスの声が響く。そいつは冥界の王ハデスによって地上に送り込まれた怪物だ。やつに邪魔をさせるな。トランティア王よ、私の力を受け取れ。ん？バオール側でゴンゲンたちを
攻撃する。アクアルバンガーライザーでも戦ってはいけませんとか言ってましたよね。逃げる？逃げられない。このまま負ければいいのかな。あ、でも負けちゃうとまた同じ時を繰り返しちゃうわけですよね。まあ、腹いせにちょっとアルビオンでも殴っておきますか。あ、でも回復は必ずしちゃう。防御？あなたの気持ちを伝えなさいとか言ってましたよね、さっきの。まあ多分ガイアだと思われる女性が。でもこれだとダメージ受けないのか。魔法は食らっちゃうみたいですね。あと HP が500。魔法は結構食らう。睨む。どうでしょう。あ、混乱麻痺。いろいろ状態異常が起きてますね。どうすればいいんだろう。このままゴンゲンたちを倒しちゃうとハデスの思いのままになっちゃうのかな。お、よし。あ、金のネクタル。この時の輪から抜け出さないといけないわけですから、自分の思いを今戦ってるゴンゲンとかレイオンに伝えなくてはいけない。ただこっちは喋れないし何もできない。どうすればいいんだろう。いて。このままでもやられてもいいのかな。このままやられて、ん？なんだ？気を失った。私もここで永遠にお前を待ち続けよう。永遠に。我が時よ、戻りたまえ。これで、あ、でもさっきのシーンと同じかな。これは一緒ですね。これで何か変わります？戦いに勝つことだけが全てではない。また同じかな。
とここは一緒ですね。で、また戦闘になっちゃうのかな。そしたらもうずっと身を守っていればいいのかな。このまんまだとずっと時の輪の中に閉じ込められたままですもんね。なんかでもさっき話しかけてきましたよね。ちょっとメッセージが早かったんで言葉がね、飛んじゃったんですけれど、ちなみに移動ボホギョあんまり意味ないかな。ん、ゴンゲ、みんな武器を収めよう。様子が変だぞ。なぜ攻撃してこないんだ。絶対変よ。何かを伝えようとしているのか。無益な戦いは好まぬ。うん、初めてお前と同じことを思ったぜ。なんとか話してみましょう。何をバカなことを言っとる。もう少しで倒せるのだぞ。今自動で動いてるんですけれど、なんだか敵じゃないみたいだ。おい、お前、何なんだ。一応、バオールことゴンゲンですよね。喋れないのかな。危険はなさそうだ。近づいてみよう。そういえば、冥界の町のおばあちゃんが言ってたんですけど、このイダテンっていうのは、バオールの息子らしいんですよね。あなた誰なの。でまたこの人。なんか教えてくれます。何も喋らない。多分この人がガイアですよね、きっとね。もうなんだかわけがわからないぞ。一体何が起ころうとしているのだ。ん？お前たちいい加減にしないか。そのような怪物と話をしようなどとは。でも王様、こいつとは戦う気が起こらないんだ。あ、なんということだ。ここまで来て魔物に心を操られるとは。ウラノス様、ウラノス様、この者たちにお叱りを。ウラノス様、トランティア王よ、魔物と心を通じ合った者たちなどもう用はない。魔物もろとも倒してしまえ。ウラノス。このウラノスっていうのもなんかくせ者ですよね。王様、ちょっと待ってくれよ。王様、黙れ、裏切り者どもめ。ウラノス様、私に今一度力をお貸しください。このウラノスとアルビオンがなんかしっちゃかめっちゃかにしてるような感じがしますね。この人は、あ、アルビオン、こんなかっこいいんですね。あ、バオールがいますね。普通に攻撃。レイオンは普通に攻撃かな。でステイヤはまずはワンモアをバオールかな。イダテン、イダテンはちょっと魔法を使ってみますか。ライバーン。
で、バオールは攻撃。81。40。だ。一撃。いや、ちょっと厳しいですね。そしたら、ロンゲンは、まあ、攻撃ではなく、レイオンを回復。で、レイオンは、まあ、攻撃。で、イダテンはステイヤを復活させます。で、バオールは攻撃。うん、2回攻撃は大丈夫ですよね。で、ステイヤを復活させる。ライザー。そしたら、今度は、とりあえずゴンゲンを回復。ステイヤは、ガルダーかな。いや、ステイヤは、いや、やっぱりガルダーでいいか。で、イダテンは攻撃、バオルも攻撃。イオーラ。まあ、とりあえずこれで防御上げます。ワンモアをゴンゲンかな。イダテンの攻撃が全然効いてないですね。レイオンで5じゃまずいですね。まあでも2回行動できた方がいいか。ライザー、ステイヤには効果なし。ワンモアをレイオン。与えるダメージはでも、レイオンとかは1桁ですもんね。あ、倒したのかな。経験値は0。お金も0。わ、私は決して諦めぬぞ。浦野様、今一度。あ、消えちゃいましたね。消えた。なんだなんだ。俺には訳がわからないぞ。おい、ステイヤ、お前わかるか？説明してくれよ。わかるはずないじゃない。あら？何？この不思議な気持ち。おう。心が、力が満たされてゆく。また、女神様。バオール、いいえ、ゴンゲン。あなたにはもう分かったはず。さあ、山を降りるのです。オケアノスが地の底であなたの助けを待っています。ん？オケアノスが待っている？ああ、一度にいろいろなことが起こりすぎるぞ。本当ですね。ちょっと私自身も頭の整理が追いついてないんですけれど、俺はもう頭の中がぐしゃぐしゃだ。ん？まだ何かありそうだぞ。ほら、向こうから来るのは。あ、ヘラクレス。おい、一体何があったんだ。影を持ってきたぞ。
3つあるぞ。私たちの記憶。さあ早く。俺のはこれかな。これで全員の記憶が戻るんでしょうかね。あ、ああ。お、おお。記憶が戻ったのかな。で、イダテン。おお。ステイヤーはもう自分の記憶は取り戻してますもんね。イダテン、記憶戻った？うむ。嬉しくないの？いや、少々戸惑っている。レイオンは？いろんなこと思い出した？いや、あの俺、あ、恥ずかしくて。変なの？どうしちゃったのよ。レイオンの正体は何なんでしょうね。さあ、門限、あなたも。どうしたのだ？ほら音源、早く。記憶戻っちゃいましたよね。音源の記憶が蘇る。音源の正体は本当にバオールなんでしょうかね。なんかおじさんになりましたね。あ、私の名前はバオール。詰め寄られてますね。ここはエウスかな。私は約束の国を追われた幼いイダテンよ。もうお前の父はいない。私に残されたものは見るものすべてを一にするメデューサの首と私の野心。あ、こうして村を追われてしまったのかな。こんな小さな島で英雄扱いされても私は満足できなかった。これはバオールの過去を見ているのかな。ここはアテネかな。いや違う、トランティアかな。ここはオケアノスにあった場所ですよね。この海峡を陸続きにすれば私の名声が。ここはラバト？船に乗ってどっか行くんじゃないのかな。なんかおじいちゃんと話してますね。で、私の計画は始まった。バオールの計画。あ、真っ黒着物。私はオケアノスの子供に槍を突き刺した。オケアノスの子供を船につなぎあの海峡を目指した。奴が逃げようとするたび何度も槍を突き刺した。あ、これであの母親をおびき寄せてるのかな。ちょっとかわいそうですね。で、ここまで連れてきて、私は待った。こいつの親が来るのを。こいつの血がきっとオケアノスをここへ呼ぶ。
で、これが親の方のオケアノスですよね。これでバオールの方に向かってるんでしょうかね。なるほど。で、私はメデューサの首でオケアノスを石にした。この土地が陸続きになれば我々人間はもっと栄えることができる。なんか話してますね。嫌な噂を耳にした。アトラスの子孫たちが石になったオケアノスを元に戻そうとしていると。バカなことを。これでここはアトラシアかな。バオールが石にしたのか。彼らは私の言うことを聞こうとはしなかった。そんな奴らは石にされて当然だ。しかし彼らの宝である復活の地が見つからない。石になったものを元に戻す復活の地。このシーンは何だろう。復活の地を私から守るために彼らは旅立った。もちろん私は後を追った。しかしその時に天罰が下った。私は死んだ。冥界で罪人として虚しく過ごすことになった。なるほど。ここでバオールは命を落としたんですね。ハデスかな。冥界の王ハデスが私を呼び出した。ハデスは私を若者に変身させ、さらに不死身の肉体を与えてくれた。私は新しい人間として地上へ送り出されることになったのだ。なるほど。これは中ボスたち。ハデスが私に与えた命令は魔物たちを指揮して人間を殺すことだった。私は喜んでハデスの命令に従った。悪いやつですね。で、妖精の村ですよね。雷が私を襲った。私は記憶を。この雷はでもゼウスの仕業ですよね。ゼウスがギリギリで止めたのかな。目が覚めたのね。気分は歩いても平気。これでオープニングにつながるのか。なるほど。
一人で外に出ても大丈夫？あなた、まだ何も思い出せない？名前くらい思い出したんじゃないの？名前は思い出せてないんですよね、きっとね。家かな？そう。でも、名前がないと不便だわ。そうだ、あなた、なんて呼ばれたい？あ、これで、今自動で名前入力してくれてるんですけど、これで、まあ、ゴンゲンと名乗ることになったんですよね。まあ、バオール。どうしたの、ゴンゲン。まあ、バオールの過去が分かりましたね。ぼーっとしちゃって。みんな思い出したんでしょう。まあ、思い出したくないことも思い出しちゃいましたね。ああ、でもな。私も思い出したのだが。みんな変よ。さて、みんなどうするのだ？これからどこへ行く？私、わからないわ。父上、いや、ゴンゲンドロン。あなたなら、どうすべきかご存知のはず。我々を導いてください。皆はどうかな？私は賛成。ヘラクレスがいいなら。ふむ、私もそれが良いと思う。では、ゴンゲン殿。大いなる時間の中から何かが飛び出してきた。再び何かが飛び出してきた。ゴンゲンはレベルが上がった。レイオンはレベルが上がった。パウステマ。違う。パウテスマ。あ、ステイヤもレベルアップ。力1、素早さ1。イダテもレベルアップ。力2、素早さ1。ヘラクレスは上がらない。そしたら、何をすべきかっていうのはやっぱり、ガイアの復活になるのかな。ちなみに、日記。ゴンゲンへ、お前が時々俺の日記を読んでいたことは気がついていた。あ、バレてましたね。別に気にしてないけど。さあ行こうぜ、復活の時だ。でも何を復活させる？アトラスではないことくらい俺にも分かってるぜ。なるほど。オケアノスを復活させる。で、ガイアを蘇らせる。神話辞典。母なる大地ですよね。ちなみにこのウラノス、ガイアに次いで古い神様、ガイアとの結婚によりクロノスが生まれ、クロノスは妻をめとりゼウスたちが生まれた。まだまだ力を持っているので、ゼウスたちによって天空に封印されている。マクロキモノ、海の怪物、海を悠然と泳いでる姿を時折見かけるであろう。大きなのが2匹、小さなのが1匹いる。3匹は親子と考えられている。まあでもここで復活というか蘇らせるのはやっぱりガイアになるのかな。3種類の血はもう、あ、そっか、使ってないことになってるのか。なるほどなるほど。そうですよね。アトラス山に登る前に降りちゃいましたもんね。
では、とりあえず、いや、魔法で行くよりも、わ、もう40分。ちょっといろんなことが起こりすぎて、未だに頭の整理とストーリーの流れがあまりつかめてないんですけれど、さっきのバオールというか、まあ、ゴンゲンの階層に出てきた、海岸ですよね。ここかな。ここに行けばいいんですよね、多分ね。そしたら一番近い町は、ここかな。ちなみにここは、ラバ島ですよね。では、まあ、一応止まりますか。もう夢は見ないのかな。あなただけが頼りよ。権限任せたぞ。俺たちをどこへでも連れて行ってくれ。さあ、あ、それだけ。もう一息。では今回は、このラバトでね、セーブをして終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。